スレチかもしれないが、嫌な気分になったので書いてみる。オートロックのマンションに住んでいる。このところ、インターホンで、自分の姿、顔を見せず、しつこくチャイムを鳴らす人がいて飽きすぎないか?と不安に思っていた。昨年管理組合の役員が回ってきたので、管理会社、警備会社の担当者の顔と名前は知っている。先週、管理会社の人が所用で来館していたので、一応、この話をしておいた。顔を知らない、見せない、身分証を見せないなら開けなくてよいと言われた。そして、今日の19時半頃の出来事。名前を名乗らない作業服姿の若者がインターホンを鳴らした。宅配便の予定があるので返事をしてしまったが、社名を名乗らず、建物の中に入れろという。気持ち悪いので、回線を切ってもまたしつこく鳴らす。玄関で確認したいと言っているが、何を確認するのかは言わない。作業服は、宅配便、管理会社、建物の警備会社どこの制服でもない。そのうち、ボソボソから警備保証。ここの管理会社ですと、嘘をついて開けさせようとする。しかし、最初に書いた通り、私は、管理会社、警備会社の人を知っている。大体、このマンションの警備会社は、警備保証という名前ではない。何者か?何をしに来たのか?10回以上しつこく聞いたら、やっと、ジャパン総合警備保証と NHK の名前が出てきた。ふざけんな、嘘つくようなやつを入れるわけないだろう。警察を呼ぶぞ、と言ったらようやく引き下がった。ジャパン総合警備保証で調べたら、NHK の集金請負の会社の一つだった。受信料を払いたくないのではなく、本当にテレビを持っていないだけなのだが、疑われているのだろうな。しかし、嘘をついてでもマンション内に入り込んで、契約を取ろうなんて、NHK も集金会社もアコギだなと呆れ返った。です。ジャパン総合警備保障。へえ、NHK は、そういう名前を使うこともあるのか。覚えとこ。うちもテレビないんだけど、NHK の人が来て、そちらのお宅が視聴している確認は取れているんですよ、と言ってきたよ。何をどうやって確認するんですか?と聞いたら、BCAS ってありますよね。あれでわかるんですと、得意げ。しかし、私は、BCAS が何なのか知らなかったので、はてな?という反応をしてたら、あ、個人のお宅がピンポイントでわかるわけではないのでと、しどろもどろになって帰っていった。最近の NHK は、嘘で脅しまでするんか、と呆れたよ。ジャパン総合警備保障でググったら、NHK では、放送受信料の契約、収納業務につきまして、個別に業務委託を行っている地域スタッフのほか、以下の民間法人に業務委託を行っています。平成27年11月現在、という一覧がヒットして、ざっと数えただけで、軽く、200以上の業者が50音順にずらーっと。ジャパン総合警備保障は、その中、市コーナーの一つだった。ひえー。さらに、上記の法人のほか、金融機関、ケーブルテレビ会社、不動産会社、電気店、家電量販店、引っ越し会社等へ、放送受信料の契約業務等について、業務委託を行っています。ってこれありなの?不動産会社、電気屋、引っ越し業者、までって。まさか、この家にテレビがあるぞ、って、情報の提供とかの意味での業務だったりして。うちもテレビないのに、短期間で、4回も来て頭に来たわ。引っ越しの折に郵便局で転送手続きすると、一番下に NHK への届けというか、契約書がこっそりと貼り付けられている。気づかずに手続きしちゃうと、転居先で NHK 様がニコニコってわけ。こんなの詐欺じゃんと思うんだが、